9月、一日生まれの方。お誕生日おめでとうございます。長所は、創造力が豊かで、意志が強いところ。短所は、理屈っぽくて頑固のところ。誕生石は、タン座ないと、直感を研ぎ澄ませる石。運命数は1。誕生カラーは黄色。芸能界では、小沢聖二さん、土田照之さん、福井、石井福子さん。 三浦理恵子さん、森下千里さん、岸幸宏さん、新垣隆さん、柳原哲也さん。誕生花はスパティヒルム。花言はすがすがしい日々。毎日気持ちよく起きて、気持ちよく過ごしています。私は毎日起きたら、あの世かこの世か確かめ、 9月2日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は他人に優しく頭の回転が早いところ。短所は人に流されやすく早とちりをするところ。誕生石はグレー、セミバーロックパール。愛を勝ち取る石。運命数は11。誕生カラーは黄色。芸能界では鶴岡正義さん、中西玲さん、原哲夫さん。 ヒアリーヌ・リーブスさん、林修先生、早見ゆうちゃん、国分太一さん、増田恵子さん。誕生花は系統。花言葉はオシャレ。ファッションセンス抜群でいつもみんなに見られています。私も内田優也さんや橋本環奈さんそっくりと言われます。またです。 9月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は情熱的で集中,集中力があるところ。短所は思い込みで融通が利かないこと。誕生石はブラックダイヤモンド。あらゆる力を持つ石。運命数は3。誕生カラーは赤色。芸能界では野田聖子さん、吉田秀彦さん、 中田久美さん、田村博士さん、ドラえもんさん、梅津和夫さん、富川裕太さん、染谷翔太さん。誕生花はサルビア。花言葉はエネルギー。聞いてた体力と気力で何でも切り抜けてしまいます。私も下り階段ならいくらでも降りられます。またねー。 9月4日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は頭の回転が速く、口が達者なところ。短所は欲が薄くてマイペースなところ。誕生石はトータスシェル。予知能力の石です。運命数は4。誕生カラーは藍色。芸能界では、梶原一らさん、小林香織さん、岡村隆さん、 増ス・一さん、シ森エモリ・さん、島谷・ひとみさん、中丸・雄一さん、シシド・カさん。誕生花は、レンゲ・ショーマ。花言葉は、伝統美。古き良き時代の伝統を守り、美しく生きています。私も、LED ではなく、ランプを使いたい。それでは、それは 9月5日生まれの方お誕生日おめでとうございます長所は応用力があり打たれづらいところ短所は単純作業が苦手で金遣いが荒いところ誕生石はゴールデンパール回復させてくれる石運命数は5誕生カラーは大色芸能界では草刈正夫さん中村徹さん伊達美希夫さん キムヨナさん、菊池アミさん、トネガワススムさん、フレイディ・マーキュリーさん。誕生花はコスモス。花言葉は野生の美しさ。心も体もすっぴんでいける自信に満ち溢れています。私は後ろから見たら女子高校生と言われたことがあります。またです。9月6日生まれの方。 お誕生日おめでとうございます。長所は努力家で責任感が強いところ。短所は頼まれると断れないところ。誕生石はサーペンテに潜在能力を隠せる石。運命数は6。誕生カラーは緑。芸能界では市芸義恵さん、大江千里さん、二郎ラムさん、氷川清さん、サー丸さん。 長井豪さん、ローリーさん、木下幸太郎さん。誕生花は夜顔。花言葉は妖艶。なめまかしいよし良しで周りの人を魅了します。私は青春派なので、もっとセクシーさが欲しいです。またでーす。7日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。 長所は精神的に強く行動力があるところ。短所は熱しやすく冷めやすいところ。誕生石はヘソナイトガーネット。生命力を高める石。運命数は7。誕生カラーは赤色。芸能界では、長渕剛さん、山本幸太郎さん、友辺秀人さん、アンディフグさん、紫、紫蝉之助さん、 山下大輝さん誕生花はすすき花言葉は心が通じる相手との信頼関係が強いので頼み,頼み事はバッチリです私を信頼してくれる方100万円を倍にして返しますあかんがまたです長所は話がうまくて逆境に強いところ 短所は見栄っ張りで浪費不があるところ誕生石はパール長寿と円満の石運命数は8誕生カラーは赤色芸能界では松本人志さん竜田智和さん鈴木あぐりさん今野美咲子さん関智一さん元狩谷由香さん 土井美智子さんザグレート歌舞伎さん誕生花は玉すだれ花言葉は期待。誰かに期待されたり、何かいいことがないかなと期待できます。私もよく期待されますか？簡単に落ちなくてごめんなさい。またです。9月9日生まれの方、ご誕生日おめでとうございます。長所は親孝行で計画性があるところ。 短所は八方美人でブランドに弱いところ。誕生石はアンモライト。想像力の石。運命数は9。誕生カラーは黄色。芸能界では大塚愛さん、堤下敦さん、酒井若菜さん、石井和久さん、雄二さん、中村静香さん、カーネル・サンダースさん、島耕作さん、 村西徹さん。誕生日のは聞く。花言葉は好奇。気品が高く優しく。恋愛が上手です。私はダイアナさんに似ていると、友達が言われたことがあります。またでーす。森の方、お誕生日おめでとうございます。長所は真面目で実行力がある。短所は理屈っぽく高飛車の時がある。 誕生石はエメラルド。愛の石。運命数は1。誕生カラーはエメラルド。芸能界では内立巻子さん、大山ふいふいさん、斎藤由貴さん、松田翔太さん、井上一平さん、徳島エリカさん、新藤慶さん、安藤桜さん。誕生花はミカエル・マス・デイジー。花言葉は追憶。昔、 ロバート・レッド・フォード主演で、追憶という映画がありました。乙女の私は入場料500円で一日中を見て毎回泣いていました。またです。9月11日生まれの方、誕生日おめでとうございます。長所は勇気があって他人に左右されないところ。短所は恋愛が奥手で浪費癖あり。 誕生石はレインボーフローライト、知性の石。運命数は11、誕生カラーは緑。芸能界では泉ピン子さん、天野博士さん、矢萩健さん、小,小籔和豊さん、安田翔太さん、大島舞さん、あぶちゃん、磯村隼人さん、山下聖一郎さん。誕生花はアロエ。花言葉は苦痛。 行くようになればなるほど力を発揮します。私もそんなドエムの人を知っています。こらこらこら。またでーす。あー、しもちゃん、俺。これをかけてもらおうと思うとったんや。またここで。九月十二日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は好奇心旺盛で人付き合いがうまい。短所は風変わりで神経質なところがある。 誕生石はペリドットの石運命数は3誕生カラーは紫芸能界では戸田恵子さん岡本夏樹さん丸山茂樹さん三船美香さん藤田由美子さん田中美奈子さん鈴村健一さん誕生花はホトトギス花言葉は夫婦の愛結婚しちゃったらずっと仲良く暮らすことができます 私は、何んなが酒さえ飲まなければ幸せでした。ははまた。9月13日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は表現力があって社交的。短所は意見がなかなか言えず、推しに弱い。誕生石はヘリオドール。目標を実現する石。運命数は4。誕生カラーは緑。 芸能界では山田洋二さん、玉木浩二さん、三原淳子さん、松坂大輔さん、辻井伸之さん、千葉進さん、茅野愛さん、大橋彩香さん。誕生花はランタナ。花言葉は協力。いつも周りの人と一緒に盛り上げる才能にあふれています。自慢じゃないですが、私が入った店は繁盛します。半分味。 またです。9月14日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は分析力と行動力が抜群。短所は奥曜日になって失敗を引きずってしまう。誕生石はブラッドスターン。救いの石。運命数は5。誕生カラーは黄色。芸能界では矢沢永吉さん、福沢明さん。 足立由美さん、石上静香さん、上戸彩さん、高橋愛さん。誕生石はサルビア。花言葉は家族愛。何よりも家族を大切にしていつまでも円満です。ちなみに、おしどり夫婦のおしどりは毎年相手を変えます。またでーす。 9月15日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は親切で長年ごとにも意欲的。短所は優柔不断でストレスがたまりやすい。誕生石はパライバトルーマリン。希望の石です。運命数は6。誕生カラーは黄色。芸能界では竹下恵子さん、ミスタービーンさん、彦摩呂さん、橋本志保さん、 アンジェラ・アキさん、武田真一さん、トミー・リー・ジョーンドさん、深沢邦之さん。誕生花はマリーゴールド。花言葉は愛情。あいみょんさんの歌の通りに愛を貫きます。あいみょんさん、大好き。サインが欲しい。会いたい。またです。 9月16日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所はプライドを持って困難を乗り越える。短所は機会に弱く一言多いところ。誕生石はプレナイト、浄化する石。運命数は7。誕生カラーは青。芸能界では太平久イメージさん、小型貞子さん、東国原秀夫さん、 うちの清涼さん、宮川大輔さん、滝川花子さん、龍崎隆さん、中村智子さん、田中ひとみさん。誕生花は茜。花言葉は私を持って、好きな人のことをいつも考えて自分磨きをしています。私も綾野剛さんのことを持って、 美顔器を使っています。またです。17日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は勉強熱心で、気配り上手。短所は人が良すぎて頼まれやすい。誕生石はダイオプテーズ。落ち着かせる石。運命数は8。誕生カラーは藍色。芸能界では、橋爪勲さん、大島さと子さん。 蝶野正弘さん、中山金んに君さん、石川亮さん、ことぶきみなこさん、市橋忠之さん、板倉智もさん。誕生花は、つべローズ花言葉は、危険な快楽。やっぱりちょっと危なっかしいことが楽しいですよね。私は時々、くらくら。 ワーンとなることがありますまたです9月18日生まれの方お誕生日おめでとうございます長所は意志が強く思いやりがあるところ短所は友達になるのに時間がかかる誕生石はマンダリンガーネット導きの石運命数は9誕生カラーは緑 芸能界では中井貴一さん福田綾乃さん山田,山田裕貴さん神谷明さん紺野成美さん宇治木剛さん石橋保さん誕生花は「あざみ」花言葉は「独立」その意志の強さでトップに立って引,き引っ張っていきます。私は小判のようにぴったり 9月19日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は頭脳明晰で詳細があるところ。短所は損得感情で動いてしまうところ。誕生石はラピスラズルリ。アルカリ性に弱い石。運命数は1。誕生カラーは紫。芸能界では西川高則さん、お猿さん、中村翔さん、一条ゆかりさん、小野寺明さん、 今あるさん、柳井雄一郎さん、福田咲さん。誕生花はお見えし。花言葉は美人。女性が一番輝く花です。最近は男性も綺麗な人がいますね。私は子供の頃からお見えし稽古と呼ばれていました。ま、たです。9月20日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。 長所は美的センスがあり飲み込みが早い短所は優柔不断で権力にちょっと弱す誕生石はブルース・ヴィネル才能を開花させる石運命数は11誕生カラーは藍色芸能界では安室奈美恵さん人豊さん石川美さん竹小田和正さん、うん 村井邦夫さん、若林正康さん、佐竹正文さん、久保井浅美さ,さん、誕生花はサルビア、花言葉は知恵、その頭の良さで何事も解決して前に進みます。私とぜひ友達になって恋の悩みを聞いてください。またです。9月21日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長取は時間が正確で、 好奇心旺盛。短所は心配しすぎなところがある。誕生石はガーネット。真実の石。運命数は3。誕生カラーは黄色。安倍晋。芸能界では安倍晋三さん、桂田小葉さん、菅原進さん、うなぎりささん、二階堂文さん、内田雄馬さん、松田優作さん、 誕生花はコルチカル。花言葉は楽しい思い出。この夏は楽しいアバンチュールがあったと思います。私はオバンチュール。誰がオバンチュールやねん。ほっとって。ではまたね。9月22日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は包容力がある平和主義。短所はプレッシャーに弱い。 誕生石はジルコン、安らぎの石。運命数は4。誕生からは緑。芸能界では渋谷すばるさん、志木太郎さん、今井えりこさん、鈴木正幸さん、五代みちこさん、高橋ひかるさん、北島康介さん。誕生花は南蛮ギセル。花言葉は物思い。 ずっと何かを考えているインテリです。ずっと何かを考えているインテリです。私も常に彼氏のことを考えています。ではまたね。9月3 23日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は誠実で頭の回転が早い。短所は自信過剰な時がある。誕生石はダイオプラサイト、透明の石、運命数は5、 誕生カラーは大々色。芸能界では、後藤真希さん、染谷、谷染谷翔太さん、渡辺健さん、渡辺,渡辺健さん、カビラジエイさん、井上春美さん、いじりー岡田さん、稲葉浩二さん、中山正史さん、鈴木杏樹さん。誕生花は、バラ。 花言葉は一目惚れ。自分にバッチリな人と出会えます。付き合えるかどうかはあなた次第。私は富士山に一目惚れ。またでーす。9月24日生まれの方、お誕生日はおめでとうございます。長所は寛大で信頼が厚い。短所は低種関白の傾向がある。誕生石はガーネット。実りの石。運命数は6。 誕生カラーは青。芸能界では、菅さん、早乙女め一さん、田淵光一さん、筒井康やすたかさん、は美智子さん、し福亭、ふくてさん、高野隆弘さん、長野めいさん。誕生花は、ありすむ。花言葉は若い。寛大な心で相手を許す。優しい気持ちがあります。 私もそうですが、食い物の恨みだけは怖いですよ。またです。9月25日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は観察力があり、直感が強い。短所は気持ちの切り替えが苦手。誕生石はバイカラートルマリン。自信を持たせる石。運命数は7。誕生カラーは青。芸能界では 内山真二さん、時藤亜美さん、浅田真央さん、北村総一郎さん、アジャコングさん、めぐみさん、大和田裕太さん、暴れる石さん、暴れるくんさん。誕生花は萩、花言葉は内木。なかなか気持ちを外に出せませんが、控えめさは吹かれます。私はすぐ顔や行動に気持ちが出るので、 ガラスの女と言われます。たね。9月26日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は親切で、情熱的な想像力。短所は講師の判断がつきにくい。誕生石はダイヤモンド。完璧の石。運命数は8。誕生カラーは藍色。芸能界ではウィッキーさん。 池谷幸男さん、佐藤愛子さん、天童義美さん、三石健さん、常松歩美さん、オリビア・ニュートン・ジョンさん、柳沢紀美男さん、誕生花は万寿舎芸、花言葉は天性。生まれ変わったらどんな人に生まれ変わりたいですか。私は生まれ変わったら橋本環奈ちゃんでお願いします。 またです。9月27日生まれの方。お誕生日おめでとうございます。長所は、意志が強く、リーダーシップがある。短所は、感情的になりがちなところ。誕生石はサファイア、成功の石。運命数は9。誕生カラーは紫。芸能界では、岸谷五郎さん、羽生善治さん、八島の人さん、朝青龍さん、 中田厚彦さん、柳沢秀夫さん、横山瑠璃香さん。誕生花はガーベラ。花言葉は冒険心。いろいろな冒険があります。どんな冒険がしたいですか私は愛の冒険。綾野剛さんと無人島に行きたいです。またです。9月28日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。 長所は他人や動物に優しく、面倒見が良い。短所は心配性で力仕事が苦手。誕生石はアメジスト。愛を守り抜く石。運命数は1。誕生カラーは青。芸能界では、大塚のりさん、ホラン千秋さん、伊達き子さん、福石和江さん、渡辺美奈代さん、矢島学さん、 直子ーーさんオカリナさん望月歩さん誕生花は「ベゴニア」花言葉は「片思い」切ない片思いと一目ぼれ世の中のうまくいきませんね私は友達がずっと片思いだった人と結婚しました9月29日生まれの方お誕生日おめでとうございます。 長所は空気を読むのが上手くて気が利く。短所は人の意見に流されやすい。誕生石はプレナイト、調和の意志。運命数は2。誕生カラーは紫。芸能界では徳川義信さん、真壁東義さん、ビビル大木さん、江本かな子さん、コラーゲン、ハイゴーマンさん、平松修造さん、リュウチエルさん、 誕生花は秋の野月子。花言葉は幸せな旅。どんな旅行に行っても幸せな思い出になります。私はエジプトで砂をパクって高熱でうなされました。またです。<coughs> 9月30日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は理解力と行動力が高い。短所は 話を大げさに話してしまう。誕生石はスターサファイア、運命の石。運命数は3。誕生カラーは黄色。芸能界では、伊づきひろゆきさん、東山のりゆきさん、塩田玲子さん、星野哲郎さん、斎藤梢さん、江波大二郎さん、今野はブルマさん。誕生花はアンェリカ。花言葉は霊感。 勘がよく虫の知らせとかを感じることができます私は勘は勘でも鈍勘の方なので天然の可愛さですまたです